ユニー。ユニー株式会社は、名古屋市中村区に所在し、大手ディスカウントストアのドンキホーテを中核とする、パンパシフィック・インターナショナルホールディングスの完全公会社で、総合スーパー店舗運営を担当する大手、流通企業である。2019年1月までは、ユニーファミリーマートホールディングス参加の連結し、会社だった。総合スーパーの大型店。 アピタ、中型、小型店、ピアゴなどの総合 GMS 店舗のほか、モール型ショッピングセンター、ウォーク、ウォークモール、ミニモール型店舗、ラスパなどのショッピングセンターを運営し、ターゲットとする層ごとに、店舗ブランドを使い分けている。店舗数は182店舗、2019年、平成31年3月31日現在。国内の総合スーパーとしては、イオン、 伊東洋華堂に次いで全国第3位の売上高を持つ。現在では小売業の主要出店形態となったドミナント特定地域集中出店方式をいち早く実行した企業であり、開業以来8割以上の店舗が東海3県や静岡県等の中部地方に集中しており、中部地方以外では固定屋の創業地である神奈川県横浜市にかつては多かったが、 老朽化した店舗の整理によって、以前と比べると、店舗数は減少した。なお、出店地域は、関東、中部地方と、その隣接県に限られ、最北は、新潟県と並んで、福島県から、最西は、奈良県となっている。逆に、ドミナント展開よりも、全国展開を優先する大手総合スーパーとしては、かつての大英、現在においてはイオンがある。 その成果として、2012年、平成24年時点での財務体質は比較的健全であり、当時のユニーの社債格付けは、セブンアイホールディングス、伊東洋華堂、平和堂、泉に次ぐ高さを持っていた。2008年、平成20年3月25日付で、日経平均225に採用された。現在、グループ全体のビジョンを、 新生活創造工売業の実現、総合スーパーグループではいいこと、プラス、としている。また、他の大手小売業と比べて商品へのこだわりが強い、ことで知らる。同社が国内第3位の総合工売業であることを考えれば、量で抑え込んだ低価格戦略も十分に可能ながら、あえて商品にこだわった売り場展開を行っているのが特徴であり、 同社のプライベート商品の性格にもよく現れている。しかしながら、昨今のデフレ基調には追随せざるを得ず、これまで価値訴求を主眼とした方針を少し改め、頻度品については価格訴求に力を入れ始めた。なお、大手総合スーパーとされる企業の中では最も食料品の比率が高い企業である。環境への取り組みについては2008年、 平成20年4月21日に食品廃棄物の発生抑制と同社が排出した食品廃棄物のリサイクルループの構築に取り組むことなどを環境大臣と約束し環境省のエコファースト制度において業界初の認定企業とされた合わせて来店する児童を対象に取引企業と共同で食育にも注力するなどの企業姿勢を見せている店舗では アピタ構造寺店、アピタ千代田橋店、アピタ高山店、アピタ金沢店等の既存のユニー店の敷地を活用して建て替えるなど既存店の強化も行っており、派手さには欠けるものの手堅い経営手法で、イオンによる地盤の東海地方への構成をしのぎ、着実に売上拡大を図ることに成功している。今なお主力は、 GMS 店舗であるが、近年ではアピタを各店舗とした、ウォークと呼ばれる大型のモール型ショッピングセンターや、ラスパと呼ばれるミニモールタイプのショッピングセンターの展開にも注力し始めている。ロゴマークは1977年、昭和52年に制定。太陽の暖かさ、地平線から昇ってくる太陽に由来している。本社建物は、東海道新幹線の近くにあり、 北側の車窓から確認できる。会社の営業地域は、中京、近畿県含む、愛知、岐阜、三重、長野、滋賀、奈良、京都、山瀬静岡、山梨、関東、東北県含む、関東6県、新潟、福島、北陸、富山、石川、福井4つに区分され、それぞれアピタピア語ごとに、計1 7営業部単位の商品展開や、 セールイベント企画を実施していたが、2017年、平成29年度に、京急営業部単位に縮小再編されている。2008年、平成20年8月21日に、同社のグループ会社で、食品、医療品等のスーパーを運営する、株式会社ユーストアを、九州合併し、同社のユーストア店舗の運営を引き継いだ。 同年12月4日付のプレスリリースにて中小型店舗について新たな店舗ブランドピアゴに統一することが発表され翌2009年平成21年2月21日から1店舗をのぞき順次ユニー、ユートアがピアゴもしくはアピタに変更された2012年平成24年2月21日に孫会社の99市場を 完全子会社化し、小型スーパーマーケットミニピア号を東京都及び神奈川県に展開を始めた。2013年平成25年2月21日に持ち株会社体制に移行を完了。それまでに株式会社サークル計算クスを完全子会社化することも合わせて発表しており、持ち株会社化したユニーグループホールディンス株式会社の参加に ユニー株式会社ともども配置された。なお、親会社のユニーグループホールディングス株式会社は2016年9月1日にファミリーマートと経営統合した上で同社に吸収合併されユニーファミリーマートホールディングス株式会社に社名変更している。2017年平成29年8月ユニファミリーマートホールディングスとドンキホーテホールディングス現 パンパシフィックインターナショナルホールディングスの業務資本提携が発されユニーの発行済み株式の40%をドンキホーテホールディングスが同年秋に取得。大きな転換期を迎えることになった。残り60%の株式についてもドンキホーテホールディングスが2019年14日付で282億円で取得しユニーは ドンキホーテホールディングスの完全子会社となった。名古屋を地盤とする医療系スーパーのホテヤと西川屋が繊維商社滝費用の仲介による合併を経て成立。そのうち前身のホテ屋がすでに静岡、横浜に進出していたことから、当初から中京、静岡、神奈川の3地区を地盤としていた。ホテ屋は元来五福店であり、現在はグループを離脱したが、 その事業はかつて関連企業であったサガビが継承している。一方の西川屋は履物店として創業した後、五福店に業態転換するが、戦後は総合医療品が主力になった。共に地域一番の総合スーパーを目指して合併。今日のユニーの基礎を築いた。消滅順に記載。なお、現在、一部 GMS 店舗の書籍コーナーになお、 残しているが、書籍や CD 等を販売する、独立型ロードサイド店として、夢や書店の運営も行っていた。モール型 SC 業態。アピタやピアゴを各店舗として、専門店やアミューズメント施設、レストラン街などのモール街を備え、広域型複合ショッピングモールとなっている。地域に関連した単語に、多くを合わせた名称にしているのが特徴である。当初、 公式広告では、ウォークモールと書かれていたが、現在は、ウォークとなっている。当初は大規模モールの名称として使われており、ウォーク型の特徴として吹き抜け構造のモールが採用されていたが、従来の大規模モールは、現在のところ、ピオニュウォーク東松山を最後に作られていない。二0 1年十一月にオープンした、ヒルズウォーク、特殊ガーデンズ以降は中規模モールであってもウォークを、 名乗るようになり、吹き抜け構造の通路がなくなるなど、同じウォーク型でも構造に差が出るようになった。エアポートウォーク名古屋は、世界でも珍しい空港設備を再利用した店舗である、ミニモール業態。ラスパとは、フランス語の、ロフィネ、スリール、パークの造語で、笑顔の人が集まる特別な場所を意味する。アピタピア語単体の店舗に比べて、 専門店フロアが半分以上を占めるショッピングセンター。1号店であるラスパ三丈は中規模モールだったが、その後新設される中規模モールは大規模モールの名称であるウォークに含まれる形に方針変更されたため、今後のラスパは一回り小さい少々圏型ショッピングセンターの名称として出店が予定されている。その他はユニーファミリーマートホールディングス参照量が多いため、 伸縮型のメニューとして掲載する。右にある、表示をクリックのこと。すでに転換された店舗は、過去に存在した、ユニーの店舗とリテールに移管された店舗を参照の、こと。店舗や各種資産は、ユニーの完全子会社、ドリテール株式会社へ移管され、同社が運営を担当。ユニーの GMS 店舗を、年間20店舗ペース、5年間で100店舗規模で、 新業態に転換予定。現在、2店舗がユニコーンストアーズ LTD によって運営されている。なお2018年5月以降、ユニーとの資本関係はなくなっている。テレビラジオでは、提供読みや、提供企業の紹介テロップ紹介の場合、2009年2月20日までは、アピタユニーだったが、同年2月21日からは、アピタピア語となった。 主な CM 出演者は2013年平成25年1月1日午前5時から2014年平成26年3月31日午前4時までグループ会社のサークルケイサンクスと共同で全国の民放 AM ラジオ局で地方 CM を放送していた。なお2012年までは同じ愛知県に本社のある明楽グループスジャータの地方 CM が 約35年間放送されていた。かつて利用可能であったビザタッチ及びスマートプラスは2013年3月20日をもって取り扱いを終了した。その他、クレジットカードと互換のあるビザプリペイドや auWallet、j c b プリペイドカードも利用可能である。ただしチャージはできない。レシートにはクレジットカードと表示されるため残高は表示されない。 また現金などで不足分を支払うことはできない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。